おはようございます。今朝の7時なんですけど、今ですねドラゴン選手の小井戸京太くんがうちに合宿に来てまして、僕の家で今寝てるんですけど、これから叩き起こして、ドラゴン選手は寝起き一振り目でヘッドスピード60は出るのかっていうのをね検証していきたいと思いますので、計測器はおなじみのユピテル社の GST 測定器を使ってこれから叩き起こして計測をしていきたいと思います。はい検証していきます。ドラゴン選手が滑れない。寝起き一振り目でヘッドスピード60が出るのか検証を始めていきます。はい、ガチです。行きましょう。はい、ずっと滑りで、マンブリ、上からです。さあはい、55ということで、ドラゴン選手は60出ませんでした。はい、また訓練していきましょうね。はい、はい、なんぼだ57.3。僕は寝起きじゃなくて寝起きから20分が経ってるからね。またいろんな動画配信していきたいと思いますので、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。それから小井戸くん YouTube 始めました。はい、どうこいチャンネル、はい、ラウンド動画とか、はい、いろいろね、はい、概要欄に貼っておきますので、そこから入っていただいてチャンネル登録お願いします。お願いします。それではさようなら。さようなら。おやすみなさい。